湯の丸スキー場は長野県東見市にあるスキー場。群馬県妻ま井村との県境となる地蔵峠の両側にある。中級コースが主体、標高が高いため乾いた天然のパウダースノーが楽しめる。スノーボードは一部を除いて滑走可能。ナイター営業は実施していない。ゲレンデからは写真のように湯の丸山、エボシだけを正面に眺めることができる。 首都圏に一番近いパウダースノーのスキーリゾートというキャッチフレーズを歌っている。6機のリフトで8本のコースが設置されている。うち1本はフード付きの高速ペアリフトとなる。コースリフト第1ロマンスリフト第2ペアリフト第3ペアリフト第4ロマンスリフト第5トリプルリフトユノ。 丸高速カプセルリフト西カゴの登山の山麓にある東側のゲレンデと写真のように湯の丸山の山麓にある西側にゲレンデと分かれておりその間を長野県道群馬県道94号と三つまごい線が走っているそのため双方のコースをスキーを履いたまま移動することはできない上部の写真は東側の山頂付近から西側のゲレンデを映している カモシカコースは 3km に及ぶ林間コースでスノーボード滑走負荷。また運が良ければ実際にカモシカにお目にかかれることもある。ありがとうございます。